次に福島みずおさんの質疑を行います。福島みずおさん、はい、はい。立憲国民社民共同会派社民党の福島みずほです。黒川さんの定年延長問題についてまずお聞きをいたします。配布資料を渡しております、平成2年1月29日付で、黒川博文さんの、同意書です。これはいつどこで、誰が誰の前で同意をしたものとか教えてください。森法務大臣。日付はここに書いてあります通り令和2年1月29日でございます。それ以外の詳細については個別の人事でございますので差し控えさせていただきます。福島みずおさん、ありえません。本邦初めて定年延長した認証官ですよ。誰の前で同意書を書いたんですか。森法務大臣。個別の人事の詳細に関わる事柄でございますので差し控えさせていただきます。福島みずおさん、ありえません。答えてください。内閣総理大臣の前で同意したんですか。あなたの前で同意したんですか。事務次官の前で同意したんですか。森法務大臣。個別の人事の詳細については答弁は控えさせていただきます。隠す必要なんかないですよ。何も。森法務大臣。閣議正義にあたり、令和2年1月29日に、法務省において入手した資料でございますが、それ以上の詳細については、個別の人事に関するプロセスでございまして、お答えを差し控えさせていただきます。福島みずおさん。納得しません。どうしよう、なんで出てきたの。まあ、だから、あれあれだって普通はさ、空いてないと、もう別中間を通して出すわね。そうとか、誰に出したって。受け取った人間ぐらい別に言ったっていいんじゃないの。誰が受け取ったって。
森法務大臣。一般的に勤務延長を行う場合はあらかじめ職員の同意を得なければならないとされておりますので、閣議制議にあたり法務省職員が本人から受領をしたものでございます。はい、福島みずほさん。法務省職員って誰ですか？事務次官ですか？はい、森法務大臣。詳細については個別の人事のプロセスに関わることでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。その場で書いてもらったのか、何て言ったのか本人が、ね、そう、だって本邦初で定年延長してるんだから。森法務大臣。担当の事務方が本人から受領したものでございます。福島みずほさん。担当の事務方は誰ですか？はい、森法務大臣。はい、詳細については個別の人事に関するプロセスでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、担当の事務方、法務省の職員でございます。担当の事務方でいいんじゃない？だってこれ定年長ですよ、臨床官の。そうそう、それを言うからいけないんだ、人事なんです。森法務大臣。一般論として人事を扱うのは人事課で、ございますので、担当の人事の担当の職員が受領したものでございます。福島みずほさん。人事課長ということでよろしいですか？いや、人事の、いや、はい、森法務大臣。個別の人事のプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、人事課の担当職員が受領したということでございます。福島みずほさん。答えてません。人事課長ですか？受け取ったのは郵送ですか？その面前で書いてもらったんですか？森法務大臣。個別の人事に関する事柄でございますので、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。納得できないの、納得できない理由をちょっと言ってください。はい、隠す理由がないからです。事実を述べてください。森法務大臣。
繰り返しになりますけれども、一般的には人事を担当するのは人事課でございます。個別の事柄については、個別の人事のプロセスの詳細については、お答えを差し控えさせていただきます。はい、どうぞ。決裁文書の人事課長ですか。分からない。はい、森法務大臣。はい、受領した者が誰かという、お尋ねでございますけれども、一般論として人事を担当するのは、人事課でございますので、担当の職員が受領をしたということです。はい。はい、福島みずほ君。黒川さんに定年庁について誰がいつどのように説明しアクセスし了解もらったんですか。森山。森法務大臣。いつ誰がどのようになどといった人事のプロセスについては、事柄の性質上、個別の人事については、従来からお答えを差し控えさせていただいているものでございます。福島さん、はい、自民党の方から早くそう聞けばよかったというやじが飛びましたが、その通りです、これ、プロセス言ってくださいよ、初めて認証官で定年延長したんですよ、戦後。解釈ねじ曲げて、だったら答えてくださいよ、どういうプロセスで、どういうプロセスで黒川さんに話をして、同意を取ったんですか。森法務大臣。申し上げております通り、個別の人事の事柄でございますので、詳細については差し控えさせていただきたいと思います。一応、疑義があるならば質疑をする。だって何と説明したか重要ですよね。初め拒否したのか。突然これでどうしたわけじゃない。でそこを聞けばいい。ストップ。はい、福島みずほさん。はい。大臣はこれ普通の人事だと思ってるんですか。はい、森法務大臣。法律の規定にのっとった適切な人事だと考えております。福島みずほさん。戦後初めて認証官で定年延長ですよ。どうやって黒川さん何て言ったのか、誰が動いたのか、重要なことじゃないですか。森法務大臣。これは
他の案件でも同じだと思いますけれども、個別の人事については、そのプロセスについては、お答えは差し控えをさせていただいております。福島みずほさん。説明責任を果たしてください。森法務大臣。個別の人事の事柄については、詳細を差し控えさせていただきます。福島さん。でも進まないじゃない。だけど、もうすぐ止めて。森法務大臣。人事院規則11条11-8の第8条に基づき、勤務延長を行う場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならないとされておりますので、同意書をいただき、閣議整備をしたもので、手続きが適法に行われたものでございます。なお、それ以上については、個別の人事でございますので、詳細はお答えを差し控えさせていただきます。福島みずほさん。閣議決定したもので、これ、特別のものでしょう、その経過について説明できないっていうのは、これ、説明責任、法務省、尽くしてないですよ。ではお聞きします、黒川さんの定年延長問題は誰の発案なんですか。法務省内でやったんでしょう。大臣ですか。はい、森法務大臣。お答えいたします。個別の人事のプロセスに関わりますので、お答えを差し控えさせていただきます。ダメだよ。自分なのか降ってきたの。
森法務大臣。お答えいたします。法務省内で決めたことでございます。法務大臣の発案なんですか、それとも法務省の中から上がってきて事務次官から提案されたものなんですか。森法務大臣。法務省内で検討し、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き検事長を勤務させることを決定したものでございます。はい、福島さん、決裁文書出してください。決裁文書、決裁文書なんだろう。大臣の判断でしょ、決裁文書出すかどうかは。秘書官と相談するしかないじゃない。自分がやってるでしょ。決裁したら大臣でしょ。森法務大臣。閣議正義の決裁文書については、すでに一部議員にお示しをしているところでございますけれども、提出をすることができます。はい、提出お願いします。はい、国国理事会で協議をさせていただきます。はい、福島みずほさん。私の質問は、あなたが発案したんですか、定年長、それとも事務次官からの提案なんですか。森法務大臣。誰が発案したかというのは、具体的な詳細なプロセスについては、個別の人事でございますので、差し控えさせていただきますが、法務省内で検討して決定したものでございます。はい、福島みずほさん。納得しません、答えてください。なんで定年延長を黒川さんだけ認めるのか、重要なことなので、誰が発案したのか教えてください。森法務大臣。法務省内で検討し、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定したものでございます。はい、福島みずほさん。法務省内の検討は誰の発案で始めたんですか。はい、森法務大臣。検察庁の業務遂行上の必要性について、法務省内で検討し、具体的には東京高検検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査広範に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であるという結論に至り、当分の間、引き続き、東京高検検察庁検事長の職務を遂行させることとしたものでございます。福島みずほさん、問いに答えてください。森法務大臣。先ほどからご答弁申し上げておりますとおり、誰が発案したかとの詳細については、個別の人事のプロセスであるため、お答えを差し控えざるを得ませんが、法務省内で検討し、決定をしたものでございます。福島みずほさん。あなたが発案したのか、下から上がって事務次官からあなたが言われたのか、どっちなんですか。はい、森法務大臣。誰が発案したかという個別の人事に断る関わる詳細なプロセスについてはお答えをすることができませんが、先ほどご答弁申し上げましたとおり、検察庁の業務遂行上の必要性についてですね、法務省内で検討をし、結果を出したものでございます。福島みずほさん、あなたが言い出しっぺなんですか。森法務大臣。
発案者が誰かということよりもですね、先ほど申し上げたように具体的な必要性についてですね、法務省内で検討を重ねた結果、東京高検検察庁内のですね、重大複雑困難事件の捜査後半に対応するためということで、業務遂行上の必要性に基づき、職務をの遂行を引き続き勤務させることとしたものでございます。福島みずほさん、誰が発案したか実は重要なんです。こんな珍妙なことを誰が発案したのか、あなたですか、あなたなのか、あなたでないのか、二択で答えてください。森法務大臣。先ほど のからお答えさせていただいております通り、誰が発案したかなどではなくですね、検察庁の業務遂行上の必要性についてですね、法務省内で検討を重ねた結果、法務省として結果を結論を出したものでございます。福島みずほさん、問いに答えてください。あなたは責任を持って決めたって言いましたよね。じゃあ誰が発案者なんですか。あなたですか、あなたでないんですか。イエスかノーかだけで答えてください。森法務大臣。先ほどご答弁申し上げた通りですね、個別のですね、詳細なプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきますが、法務省の中で検討を重ねた結果、私が法務大臣として決定を結論を出したということでございます。森法務大臣。先ほどからお答えをさせていただきます通りですね、個別の人事のプロセスについてはお答えを差し控えさせていただいております。同じことは答えます。速記を止めてください。
森法務大臣。個別の人事のプロセスについてはお答えがなかなか差し控えさせていただくざるを得ないんでございますが、法務省内でですね、検察庁の業務遂行上の必要性について議論になり、具体的には東京高検検察庁内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査後半に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験や知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠だと、そういう議論になりまして、当分の間引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものでございます。福島みずほさん。同じ答弁で誠意がないですよ。重大なことやったんだから説明ぐらいしてくださいよ。森法務大臣。真摯にご答弁をさせていただいているつもりでございますが、個別の人事に関することについてはですね、詳細を控えさせていただいております。ただ検察庁の業務遂行上の必要性に基づき法務省内で検討した結果、引き続き勤務させることを決定したものでございます。福島みずほさん、あなたはこの定年延長については最後の相談の後を知ったんですか。森法務大臣。個別の人事の詳細なプロセスについてはお答えを差し控えさせていただきます。岸田みずほさん、全くこれ納得しません。じゃあ大臣お聞きします。先ほどから重大かつ複雑困難な事件の捜査とおっしゃってますが、高検検事長って捜査担当しませんよね。森法務大臣。高検検事長はですね、管内部下職員に関する指揮監督をいたしますので、捜査一般に対しても捜査の指揮をすることになっております。福島みずほさん、重大かつ複雑困難な事件の捜査って何ですか。捜査やらないでしょ。いや、そうか、捜査指揮だな。はい、森法務大臣。先ほどの ご答弁でございますけれども、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査後半に対応するためには、黒川検事長の管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、職務を遂行を引き続き勤務させることとしたものでございます。福島みずほさん、重大かつ複雑困難な事件の捜査って何ですか。はい、森法務大臣。個別の事件に関しましては、捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。福島みずほさん、説得力ゼロですよ。黒川さんに定年延長のことを持ちかけたら、どんな反応だったんですか。いや、はい、森法務大臣。はい、お尋ねのことに関しては個別の人事に関することでございますので、捜査お答えを差し控えさせていただきます。岸田みずほさん、検察庁法に反するので受けられないとか、そういう話はありませんでしたか。森法務大臣。先ほどからですね、申し上げております通り、お尋ねについては個別の人事のプロセスに関わることでございますので、詳細を差し控えさせていただきます。福島みずほさん、検事総長には事前にこれ相談しました。いつ報告しましたか。森法務大臣。
こちらのお尋ねに対しましても個別の人事に関わることでございますのでお答えを差し控えさせていただきます。福島瑞穂さん、戦後初めて認証官の定年延長ですよ。検察官のありえないことをやったんだから答えてくださいよ。検事総長には報告したんですか？いつ承諾取ったんですか？事後承諾ですか？いつ報告しました？森法務大臣。で繰り返しになりますけれども、個別の案件に関する、そして人事に関することについてはお答えを差し控えさせていただきます。福島瑞穂さん、客観的事実を教えてくださいよ。森法務大臣。個別の案件でございますのでお答えを差し控えさせていただきます。福島瑞穂さん、検事総長には連絡したんですか？森法務大臣。お尋ねについては個別の人事に関わることでございますのでお答えを差し控えさせていただいております。福島瑞穂さん、説得力ゼロですよ。事前に検事総長に相談してなかったらおかしいですよ。なぜなら検事総長は東京高検検事長は検事総長の指揮の範囲内にあるわけですから、検事総長の意向を聞かない限り答えられないはずですよ。森法務大臣。で繰り返しになりますけれども、個別の人事に関することでございますのでお答えを差し控えさせていただきます。福島瑞穂さん、検事総長には事前に相談しなかったんですか？森法務大臣。個別の人事のプロセスに関わることですのでお答えできないことになっております。福島瑞穂さん、ひどすぎる。国会の中で本当にこれが適正だったかどうかって聞いてるのに一切答えないじゃないですか。あなたのやってること何の説得力もないですよ。答えてください。森法務大臣。個別の人事に関することでございますので、これは従来よりお答えを差し控えさせていただいている事柄でございます。福島瑞穂さん、従来なんかない、初めてのケースだから聞いています。ではお聞きします。なんで黒川さんを東京高検検事長に置く必要があるんですか？なぜならば、東京高検検事長の後には、7つの 検事長、それから最高検次長、検事、法務事務次官、候補者は9人いるんですよ。なんでこの9人じゃなくて、黒川さんじゃないといけないんですか？森法務大臣。お尋ねについては個別の人事でございますが、先ほどお答えしたとおり、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることを決定したものでございます。石破瑞穂さん、どんな業務遂行上なのか説得力がありません。森法務大臣。具体的には、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査後半に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き職務を勤務させることにしたものでございます。福島瑞穂さん、説得力ゼロです。じゃあなぜこの定年延長半年なんですか？森法務大臣。先ほども申し上げたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査後半に対応するために、その期間、引き続き勤務させることとしたものでございます。
森法務大臣。先ほど申し上げましたとおり、東京高検の検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査後半に対応するために当分の間引き続き勤務させることとしたものであり、これ以上の詳細については個別の捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄でもあることからお答えを差し控えさせていただきます。福島みずほさん、根拠がわからないんですよ。半年の、そんなに高検検事長として余人持って代え難かったら検事総長になる目はないですね。それ今のは質問。質問です。森法務大臣。個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただいております。はい、福島みずほさん。いや、答えてもらってないから。そんなに東京高検検事長で半年間重大事件であれば検事総長にさせるということではないんですね。森法務大臣。将来の人事についてお答えすることはできません。福島みずほさん。はい、とですね、ごめんなさい、ですね、3つ人事にお聞きします。定年延長する3つの場合の条文とその中身について教えてください。人事院の、はい、人事院松尾給与局長。お答え申し上げます。国家公務員法上、勤務延長は職員の職務の特殊性、または職員の職務の遂行上の特別な事情から見て、その退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに、定年退職日の翌日から起算して、1年を超えない範囲内で期限を定めて行うことができるものとされております。詳細につきましては、人事規則11の8、第7条第1号から第3号までに規定しておりまして、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能、または豊富な経験を必要とするものであるため、公認を容易に得ることができないとき、2番目といたしまして、勤務環境、その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、で3番目といたしまして、業務の性質上、その職員の退職による担当者の交代が、当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに、勤務延長を行うことができるものとされております。福島みずほさん。はい、資料配っておりますが、例、その、1、2、3号の例を教えてください。松尾人事院給与局長。これは、任用局企画課長通知というのに定められておりまして、例えば次のような場合が該当するということで、先ほど説明申し上げた第1号に該当する場合として、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その下の後継者が直ちに得られない場合。で例えば第2号に該当する場合として、定年退職予定者が、離島その他の僻地、官所等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合、第3号に該当する場合の例といたしまして、定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により、当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合、重要案件を担当する本府省局長である定年退職予定者について、当該重要案件に係る国会対応、各種審議会対応、外部との折衝、外交交渉等の業務の継続性を確保するため、引き続き任用する特別の必要性が認められる場合というふうに規定されております。福島みずほさん。黒川さんの場合、これ、どれに当たるんですか。森法務大臣。黒川検事長につきましては、
東京高検検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査後半に対応するための管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠ということで、人事規則11の8との関係では7条3号の業務の性質上、その職員の退職による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに該当するところでございます。福島みずほさん、ですね、検察官誰もが重要な仕事やってますよ。どこに該当するんですか。何がですか。みんな重要な仕事やってますよ。はい、森法務大臣。先ほどご答弁申し上げたとおりでございますが、黒川検事長については東京高検検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査後半事件に対応するために、黒川検事長の検察官としての豊富な経験知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があると検討の結果決定したところでございます。福島みずほさん、あなただけが重要な事件って言ったらみんな検察官怒りますよ、怒りますよ。その絶対理由になりません。森大臣、これで国家公務員の定年はその年の3月31日になるわけですよね。しかし検察官は誕生日の前の日に退官します。全く定年制度が違うわけですが、これなぜだと思います。森法務大臣。検察庁法がですね、昭和22年に定められたときに、検察官の定年による退職の特例は、定年の年齢と退職時期、この2点が定められたわけでございます。お尋ねの時期については、委員ご指摘のとおり、誕生日が基準となっているものでございます。森法務大臣、なぜかって説明。はい、森法務大臣。はい、一般の国家公務員については定年が定められていなかった昭和22年当時から、検察官については検察庁法第22条に定年が定められておりました。その趣旨は、検察官が一般の国家公務員に比べて手厚い身分保障を受けていることの結果として、検察全体の老化を防ぎ、後進に就任の機会を与えるためと考えられてまいりました。その後、昭和56年の国家公務員法の改正により、他の一般の国家公務員についても、定年が定められた以後の趣旨については、例えば、伊藤元検事総長の著作である審判警察庁法築城解説には、検察官に特別の定年が定められているのは、その職務と責任に特殊性があるものと返さなければならないということになろうなどと記載されているものでございます。福島みずほさん、問いに全然答えてないんですよ。検察官と国家公務員のあれが違うんですよ。検察官はとにかく誕生日の前に一律にどんな人もどんなに優秀でも退官させる、それによって独立性を保つということなんです。で、大臣、戦前は、裁判所構成法というのがありました。初めはありませんでしたが、昭和12年、この中に定年の延長が盛り込まれております。ただし、司法大臣は、その任期を延ばすことができるという規定なんです。私は昭和12年の方がまだ今よりマシだったと思いますよ。だって定年延長するのに法律変えたんですから、どうですか。森法務大臣。委員お示しの大正10年の衆議院の委員会におけるこの裁判所構成法の提案理由におきましては、第80条の2を設けて検事の定年を定めた理由については、更新のために進路を開いて進進のものをして、その位置を進め
もって司法事務の改善を図るということの目的のためなどと説明されております。しかしながら同条ただし書きにおいて在職期間の延長を定めた理由については必ずしもつまびらかではございません。石川瑞穂さん、この定年延長の規定によって何人定年延長され職種は何で、仕事は何か教えてください。はい、森法務大臣。委員のご質問の趣旨が裁判所構成法についてのお尋ねであるということでありますならば、当時の資料がございませんのでお答えすることが困難でございます。はい、福島みずほさん。資料捨てたんですか。森法務大臣。大正10年の裁判所構成法によるですね、お尋ねの事柄については現在資料が残っておりません。福島みずほさん。昭和12年日中戦争満州事変が始まった時です。その時に法律を変えて、検察官の定年延長もできるとしました。この裁判所構成法は、1947年5月3日日本国憲法の施行と同時に亡くなり、そしてその時同時に検察官の定年延長も削除されます。なぜですか。福島森法務大臣。お尋ねについては検察庁法が定められた昭和22年の帝国議会議事録等についても特段触れられておらず、理由はつまびらかではございません。福島みずほさん。司法権の独立、検察の独立のためじゃないですか。憲法の中に司法権の独立が書いてあるので、行政権による介入を許さない。司法大臣が定年延長するということを、これをさせないために検察独立のために削除したんじゃないですか。森法務大臣。検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については必ずしも つまびらかではございません。福島みずほさん。日本国憲法と同時に削除されたことをどう理解してますか。森法務大臣。先ほどお答えをいたしましたが、当時の資料にですね、その理由についてはつまびらかに書かれているものがございません。福島みずほさん。重大なことなんですよ。つまり司法大臣が場合によっては定年延長することができるとしていたために、行政権の司法権、検察に対する行政介入が起こることができたわけです。これをさせてはならない。司法権の独立、検察の独立、中立でなくちゃいけない。だからこれを除外したんです。あなたがやってることは、昭和12年司法大臣が定年を延長することができると法律を変えてやろうとしたその時のことを今やってるんじゃないですか。どうだ。森法務大臣。と委員 のご意見のようなことが記載されている資料もなく、昭和22年の趣旨がですね、必ずしもその理由はつまびらかではございません。福島みずほさん。ではなぜ検察庁法に定年延長の規定がなかったんですか。あなたは今解釈変更という立場を取るのでずっとないんですよ。検察庁法に定年の延長ないんですよ。それはなぜですか。森法務大臣。検察庁法に勤務延長の規定が定められなかった理由については必ずしもつまびらかではございません。その上で検察官への勤務延長制度の適用については、検察官は一般職の国家公務員であるところ、一般法たる国家公務員における勤務延長制度の趣旨は検察官にも等しく及ぶこと、検察庁法は検察官の定年による退職に関し国家公務員法の特例として定年年齢と
退職時期の2点について定めており、勤務延長については特例を定めていないことから、検察官についても国家公務員法の勤務延長の規定が適用されると考えたことでございます。検察庁法がこれを禁ずる趣旨と考えなかったわけでございます。福島みずほさん、検察庁法コメント欄の中で伊藤茂樹元検事総長は明確に検察庁法で定年退職な、これでもうこれでなんだということを書いてるじゃないですか。あなたの下で働くというか検察官たちは本当にそんな認識だったら気の毒ですよ。大臣お聞きをいたします。検察庁法第14条の意味、それからこれが戦後どう公募されてきたか教えてください。森法務大臣。検察庁法第14条が規定する指揮権は、検察庁法4条および6条に規定する検察官の事務に関し規定しているものでございます。福島みずほさん、この、法務大臣と検事総長とは緊張関係がなければならない、この指揮権発動についてどういう事件があったか、造船帰国において法務大臣と検事総長が対立しますね、こういうことをどう理解されてますか。はい、森法務大臣。個別の件については差し控えさせていただきますが、一般的に指揮権の行使については検察官が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察官の独立性確保の要請との調和を図るという検察庁法第14条の趣旨に鑑み、検察権の不当な制約とならないよう極めて慎重に対応する必要があるものと考えております。福島みずほさん、法務大臣と検事総長が鋭く対立した造船疑国を大臣はどう理解されてますか。森法務大臣。個別の案件については差し控えさせていただきますが、指揮権の行使については今ほどご答弁を申し上げた通りでございます。福島みずほさん、ロッキード事件もみんな個別事件ですか。造船疑国で対立するでしょう。法務大臣は辞職をしますよ。何が対立したんですか。森法務大臣。個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、この14条の指揮権の行使については検察権が行政権に属するということによる法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという趣旨で14条が定められていると考えます。福島みずほさん、はい、検察が逮捕しようとする政治家を法務大臣が指揮権発動してそれを辞めさせる、そういう攻防戦があるんですよ。つまり法務大臣と検察の間には鋭い緊張関係があるじゃなくてはいけないんですよ。だから検察を守る、ある意味、権力に切り込むために検事総長は盾となって法務大臣と対峙しなければならない、そうですよね。森法務大臣。司法権の独立と密接不可分な関係にある準司法官たる検察官のですね、独立を守るために緊張関係がなければならないというのは委員のご指摘の通りだと思いますが、先ほどの議論の人事権に関しては、これは内閣または法務大臣にあるものでございますので、要するに適切な人事を行うということが肝要であると考えております。福島みずほさん、あなたと黒川さんの間に緊張関係あるんですか。森法務大臣。
個別の事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。福島みずほさん、自分の定年延長してもらって初めて認証官として、そして東京高検検事長になり、もしかしたら検事総長になるかもしれない。自分だけ特別待遇受けるんですよ、法務大臣官邸によって、閣議決定によって。だったら権力に切り込めないじゃないですか。森法務大臣、個別の事案についてはお答えできないんですけれども、一般的に検察官は法と証拠に基づき適正に捜査を行っておるものと考えております。はい、ミスター検察と呼ばれた伊藤茂樹検事総長は就任した時の訓示でこう言います。巨悪を眠らせるな、被害者と共に泣け、国民に嘘をつくな。でもこんなベタベタでやって、自分がその閣議決定によって検事総長になったら、巨悪は眠らせる、被害者の泣かせる、国民に嘘をつくってことになるじゃないですか。現にあなた嘘ついてきたじゃないですか。森法務大臣、私は嘘はついておりません。適切な人事を行ってまいりました。福島みずほさん、このミスター検察の発言どう思われますか。彼は法務大臣と検事総長の関係について悩み抜き、きちっとした本を書いてらっしゃいますが、このさっきの巨悪を眠らせるな、これどうですか。森法務大臣、巨悪を眠らせるなということについては、私も委員と認識を共有いたします。検察当局においては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、適切に対処すべきものでございますし、そうしていると考えております。石破水田さん、戦前、司法大臣は昭和12年の法律改正で、まさに日中戦争が始まるときに法律を改正し、検察官の定年延長ができる場合を決めました。今、その時より悪いですよ。法律も変えずに、勝手に解釈を変え、解釈変えたことすら気がつかずに、国会で答弁する、散々じゃないですか。それは後で子として辻褄合わせるから、むちゃくちゃなことになっている。これは何かっていうと、行政権からの介入を、検察が守らなくちゃいけないということです。今、検察の独立性と法の支配が守られるかどうかの瀬戸際なんです。そんな重大なことだっていう認識があるんですか。森法務大臣、委員がご指摘なさいました法令の解釈でございますが、法令の解釈は当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮するなどして、論理的に確定されるべきものであり、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが主張であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと承知をしております。先ほど述べたとおり、司法権の独立の確保のため、検察権の独立が要請されることは、それは至極当然のことでございます。他方で、検察官も行政官であり、一般職の国家公務員でございます。そして勤務延長制度の趣旨は、検察官にも等しく及ぶべきということなどからすれば、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、何ら検察権の独立性を害するものではございません。その上で、黒川検事長の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣である私から閣議制議を行って閣議決定をされ、引き続き勤務をさせることとしたものであり、適法適切でございます。福島みずほさん、急に雄弁になられましたけれども、まさにこれは検察庁法をねじ曲げてるんですよ。戦後初めてまさに検察の独立性を犯しているんですよ。戦前の司法大臣の、でもその時も法律は変えたんですよ。それすらせずにやるのは本当に許せないですよ。違法ですよ。でお聞きします。違法だと私たちは考え、違法ですよ。この違法によ、違法な
東京高検検事長、もし検事総長になる、でも違法な高検検事長ですが、彼にはいろんな権限があります。検事長が関与するもの、情報公開請求の請求先は検事長で、違法な検事長に対して請求はできません。法務大臣が死刑執行命令書を命ずる相手は検事長です。立ち会い検事課は高検から任命します。執行された場合にその遺族が裁判を起こす権利があるんじゃないでしょうか。違法な検事長はあくまでも違法です。やる行為は全部無効です。厳格な手続きをやらなければならない刑事手続きが違法になるリスク、違法だと言われるリスク、私は、っていうか、これ客観的に違法ですが、こんな違法な検事長誕生させていいんですか。森法務大臣。先ほどからご説明をしておりますとおり、適正なプロセスを踏んでおり、適法と考えております。福島みずほさん、適法なプロセスだったら適法なプロセス説明してくださいよ。これ誰が発案したのか冒頭に戻って答えてくださいよ。森法務大臣。個別の人事については、そのプロセスの詳細についてはお答えをすることができませんが、先ほどからご答弁を申し上げておりますとおり、検察としてのですね、検討、そして法務省の中での検討を経て、適正なプロセスを経て、適法に決定したものでございます。福島みずほさん。適法じゃないですよ。そしてプロセスは明らかにしないじゃないですか。検事総長に事前に言ったかすら答えない、何にも説明しない、納得しませんよ。国会は、国民は。刑事手続きは大事です。違法な検事長、検事総長誕生させたらダメですよ。検察の中立性を守らなくちゃいけない。こんな形で踏みにじらないでください。日本国憲法と検察庁法を踏みにじる法律家でいいんですか。森法務大臣。繰り返しになりますが、適正なプロセスを踏んでおり、適法でございます。福島みずほさん。一切説明せずに、何の説得力もありません。閣議決定は撤回し、黒川さん、これはもう辞職すべきだと思います。誰からも尊敬されない検事長、検事総長、ありえないですよ。辞職すべきだ、法律守れ、そう言いたいと思います。次に新型コロナウイルス感染症対策についてお聞きをします。資料で配っておりますが、都道府県別の PCR 検査実施状況、感染者状況、随分ばらつきがあります。県によってはもう十何件しか検査してないところもある。これ厚労大臣、説明をしてください。加藤厚生労働大臣。福島委員の資料でありますけれど、まず神奈川、新潟、静岡、大阪はちょっと把握の仕方が違うので、合計すると間違うということで入っておりません。で、あとのそれぞれの地域においては、例えば北海道、ご承知のように一番今、陽性者数も多いということであります。まあ、基本的にそうした陽性者数が多いところが、引き続き、ちょっと愛知はこれ名古屋しか入ってませんから、こういう姿になっているわけでありますけれども、例えば和歌山とかですね、そういったところが増えてきている。まあ、それに対してそうした発生があまり見れないところ、これが少ない、まあ、こういうことが言えるんだろうと思います。福島みずほさん、今日の夕方にでも県別の資料を出していただくと聞いておりますが、いかがですか。加藤厚生労働大臣。できる限り新しいのを出ししたいと思うんですが、ただこのどうしても一緒になってしまっているやつを、これ累積なもんですから、そこがどこまで仕分けられるかというところがありますけれども、また今日の時点で一番新しい数字は出したいと思います。福島みずほさん、ある県では検体が80しかないっていうのを聞きました。結局自治体本当に検査数少ないんですよ。少ないところもある。観光県でも少ないところがある。これやっぱり改善の必要があるんじゃないですか。加藤厚生労働大臣。これまでもですね、帰国者接触者外来の先生が総合的な判断をして、検査が必要であったけれども、認めてもらってないという話、これは医師会からも上がってきておりますので、まあ、そういったことは一つ一つ、我々も是正を進めながら、医師が判断したもの、これはしっかりと PCR 検査が行われるようにしていきたいというふうに思いますし、その一助ということも含めて、
今日ですね、今日から PCR 検査を保険適用させていただいたところでもあります。福島みずほさん、確かに富山県だと検査数そのものが28とかですね、見ていただければとても少ないんですよ。野党は PCR 検査拡充法案を国会に提出しています。これ本当に必要だと思います。いかがですか。成立一緒にしましょうよ。加藤厚生労働大臣。国会のことなんでですね、政府が一緒にということはなかなか国会の議事ということでありますから、ちょっと立場は異なりすると思いますけれども、私どもとしては、どこまでの必要数があるかということをこれはにわかに測ることはできませんけれども、これまでご指摘があったような、本来検査につながるべきものがつながっていない、こういったことを一つ一つ是正するとともに、これから拡大しないことはがべく努力をしているわけでありますけれども、これから拡大した場合においても PCR 検査がしっかりできるようにその能力を高めるべく努力をしていきたいと思います。福島みずほさん。国民が望んでいることはしっかり情報を出してほしい、検査をやってほしい、ちゃんと治療につなげてほしい、生活支援、経済支援です。で、官房長官にお聞きします。緊急事態宣言条項、この間総理と党首会談やりました。総理は新法にして新たに法律改正して緊急事態宣言ができる枠組みを作りたい。私は緊急事態宣言やる気満々だと思いました。これは緊急事態宣言どういうふうに政府の中で議論してますか。菅内閣官房長官。現行の新型インフルエンザ等対策特措置法では新型インフルエンザ等が国内で発生をし、肺炎などの重篤である症例の発生頻度が相当程度高い場合、そして2点目として、全国的かつ急速な蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはその恐れがある場合に、緊急事態宣言を出すこととされております。政府としては、国民生活への影響を最小限にするために、緊急事態の宣言が必要となるような事態となる可能性も想定をし、その実施も含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講ずることが可能となるような立法措置を野党の皆さんともご協力も得ながら成立をさせたい、このように思っています。福島みずほさん。緊急事態宣言出した場合の措置について説明をしてください。菅内閣官房長官。不要不急の外出自粛や学校等施設の使用制限の要請、病院などの医療機関が不足した場合の臨時の医療施設の開設、新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等、こういうものを考えています。福島みずほさん。はい、都道府県の知事は住民に対し学校や工業施設の使用を制限したり催し物の中止を指示したりできる、あるいは場合によっては病院を作るために土地の収容ができるというのも入っていますね。はい、はい、菅内閣官房長官。入っております。福島みずほさん。自由を制限するたくさんのものがあることについて権力的であるべきだと思いますが、いかがですか。菅内閣官房長官。慎重に抑制的にやるべきだというふうに思っています。福島みずほさん。政府の中で緊急事態宣言出す場合のシミュレーションと話していますか。福島、はい、官房長官。菅内閣官房長官。話しておりません。福
島みずほさん、はい、緊急事態宣言を出す場合に、具体的にいつ誰がどのようにするのか教えてください。菅内閣官房長官。まあ、法案自体がこれからでありますので、そこまでは考えていません。福島みずほさん。いや、だって法案、私たちいただきましたよ。菅内閣官房長官。菅内閣官房長官。政府対策本部長は新型インフルエンザ等および生命及び健康に重き重大な被害を与えるものであるとし、政令で定める案件によるものに限り、以下のこの省において国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活および国民経済甚大な影響を及ぼし、またその恐れがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急体制が発生した旨にそのインフルエンザ緊急措置を実施すべき機関だとか、そうしたものの措置を講じるということであります。福島みずほさん、はい、これ2年って長いんですよね。これ長すぎません、官房長官。菅内閣官房長官。まだ決定はしてませんけれども、2年の予定であります。福島みずほさん、戒厳令的なもの、緊急事態宣言が2年も続く、長すぎません？菅内閣官房長官。現行法が最大2年でありますので、それに合わせる予定であります。内閣、菅内閣官房長官。まあ、最大2年という上限を決めているだけでありますので、その状況によっては、いち早く解除することも可能なんだろうというふうに思います。福島みずほさん、はい、これ、国会の事前承認などありません、いかがですか、問題じゃないですか。
菅内閣官房長官。国会に報告することになるだろうというふうに思っています。福島みずほさん、はい、中東への自衛隊派遣の国会報告は閣議決定のペーパーを国会議員全員に配るというものが報告だと官房長官おっしゃいました。国会の報告そんなんでいいんですか。ちゃんと審議すべきじゃないですか。菅内閣官房長官。国会の報告の中で委員会もやられたんじゃないでしょうか。はい、福島みずほさん。いや、それは国会の報告じゃないですよ。私の質問は国会への事前承認など必要ではないかということです。何を事前承認ではないですか。菅内閣官房長官。いずれにしても事前承認はありませんけれども、専門家の意見を聞いて判断をしたいと思います。菅内閣官房長、あ、すみません、福島みずほさん。はい、岸田水さん、はい、私はこれ事前承認にすべきだと思いますし、それから期間によっては国会による事後解除も必要だと思います。菅官房長官、国会での事前の説明審議、これ十分もし宣言出す場合にはやるべきだと思いますが、どうですか。菅内閣官房長官。いずれにしろさまざまなご意見は丁寧に聞いて判断したいと思います。福島みずほさん、専門家会議などの意見をきっちり聞くんですね。菅内閣官房長官。専門家の意見等は聞きたいと思っています。福島みずほさん、安倍内閣において緊急事態宣言を出すことに私はすごい危惧感を感じています。なぜか学校の一斉休業も担当大臣も知らない、菅官房長官も当日まで知らない、総理と今井さんで決めてしまう、で何が起きるか、国民の生活に何が起きるかきちっとやらずに突然上から降りてくる、後手になってしまったので、突然上から強権的にある日突然決めてしまう、こんなことで緊急事態宣言になったら国民の生活むちゃくちゃになりますよ。総理、一斉休業のあれ正しかったと思います、対応。あ、官房長官、ごめん。菅内閣官房長官。今の委員の発言というのは、極めて大きな誤解があると思っています。誤解があると思っています。総理と私、また総理と文科大臣も、それぞれ何日も前から話をしてきました。それは、その中で例えば、北海道で全校、休校する、そういう中で最後の判断は、これは総理ですから、そこの中で、そのまだ発生しないところどうするかということは、全国にその休校するかどうかというのは、確かに私、当日ですけれども、そこまでの間にずっと総理と議論をしてきた、そのことは事実ですし、文科大臣も同じだと思います。福島みずほさん。文科大臣と菅官房長官が学校一斉休業をやるっていうのを聞いたのは当日じゃないなかったですか。菅内閣官房長官。結論は私、当日の午後ということをこの国会で申し上げてますけれども、1週間ほど前からその学校を休校することに対しては議論してきたんです。その間に例えば北海道もそうですし、そういう中で、まだ発生しないところをどうするかということは、最後まで、結論は出なかったんですけども、そこは総理の判断ですよね、そうしたことで、27日の午後に聞いたということです。
福島みずほさん。安倍政権の下で偽造捏造廃棄、そしてきちっと報告をしない、突然いろんなことが降ってくる、コンセンサス、国会に対しても説明がない、この手法について大変危機感を持っております。ですからたくさんの人権、たくさんの自由を制限する緊急事態宣言をある日突然総理がこれに当てはまるとバンって出すことに関して非常に危惧を持っております。官房長官、それは共有していただけませんか。菅内閣官房長官。またこの現在のこの特別措置法でありますけれども、この第5条の中に国民の自由と権利が尊重されるべき、こうしたことに鑑み新型インフルエンザ等対策を実施する場合において国民の自由と権利に制限が加えられる時であっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものではならない、こうした規定があることも踏まえて専門家の意見も聞きながら適切に対応していきたいと思います。福島みずほさん。新法を作るのは、総理は緊急事態宣言のための枠組みだとおっしゃったことに、私は大変危惧を感じています。本当に必要な政策ではなくて、やりたいからやる、ごてごてになったからやるっていうふうになったら、本当に大変だと思います。この点について、大きな懸念がある、問題があるということを申し上げます。で、感染症に関する不利益取り扱い、ハラスメント対策について、厚労大臣にお聞きをします。今、マスクをお客相手だからするなとか、レストランやいろんなところであるとか、さまざまなそういう問題があるとも聞いています。マスクをちゃんと支給する必要もありますが、そういういろんなことが労働相談として上がっていることについて、厚労省、いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。委員がご指摘になったような事案が、これ、報道されていることは承知をしております。個別事案について、一つ一つコメントするのは差し控えたいと思いますけれども、厚労省としては、職場において新型コロナウイルスの問題に関連して、ハラスメントが行われることは当然あってはならないというふうに認識をしておりまして、先日、経済団体に対しても、今回の一連の措置と合わせてですね、新型コロナウイルスに関連したハラスメントが起こられることがないよう、周知啓発の要請を行ったところであります。引き続き、そうした面も含めた周知に取り組んでいきたいと思います。福島みずほさん。はい、マスクをするなっていうのは、許されないということでよろしいでしょうか。加藤厚生労働大臣。これ、いろんな状況がありますので、一概に言うことは難しいと思います。ただ使用者が労働者に対して具体的にこれ安全配慮義務を負うというのはあります。で、労働者の労務の具体的な状況によって異なるわけでありますが、国内における新型コロナウイルス感染症が増加している中で、感染拡大防止の観点から職場におけるマスクの着用は私どもは重要だとは認識はしております。福島みずほさん。はい、外国人労働者の雇用打ち切りの問題や、外国語指導助手、学校のことなんですが、今、2月へで打ち切られる、いろんな雇用形態がありますが、4月からどうなるか、この勤務および契約状況、これ、フォローしなければなりませんが、厚生労働省はこれをどう見ていらっしゃるでしょうか。加藤厚生労働大臣。まず一つはですね、今回の労働法令に基づく休業手当助成金、もともと労働法令もそうでありますけれども、これは外国人も日本人も同一に扱われるということであります。したがって、そういった意味において支援をしていく、同じように支援をしていく、あるいはこうした措置を同じように活用していただくということが非常に重要であります。ただ、これ、知らなければ使えないということがありますので、我々もできるだけ広く情報提供をする、あるいはそれぞれの労働局、ハローワーク、基準監督署、等々でもいろいろなパンフレット等を用いて、外国人を雇用する事業主に対する、や外国人本人と接するあれか使って周知をしていきたいと思っておりますね。そういった意味では、日本語だけではなくて、英語をはじめですね、多言語における情報発信にもさらに努めていきたいと思います。福島みずほさん。はい、自治体議員の通称使用の問題についてお聞きをいたします。資料を配布しておりますが、自治体の議員になるときに、
通称で、まあ、旧姓で、その活動をやったのに当選したら、戸籍名でないといけないという事例が実はあります。これは無理解だと思いますが、総務大臣、これについてぜひ改善に向かうようにぜひ力を貸してください。高市総務大臣。のこの旧姓の使用につきましては、もう選挙の時に旧姓使用が認められるのに、まあ、いざ議員活動を始めたら認められないという、まあ、有権者から見ても分かりにくいと言ったことで お悩みがあることは重々承知をいたしております。そして総務省では現在女性をはじめ、まあ、多様な人材に地方議会で活躍していただくための方策を検討するための会議を研究会を開いておりまして、ここに参議長会の代表者にも加わっていただいております。で、先月開催された研究会では有識者の構成員から旧姓使用について選挙では使用できるが議会活動では使用できないという例がある、議長会において統一的にそのようなことがないように検討いただきたいというご指摘がありました。それぞれの地方議会において、お決めになることではありますが、現在参議長会でどのような対応が可能か検討していただいているところでございますので、まあ、引き続き総務省としても、旧姓使用については議長会と連携して取り組んでまいります。福島みずほさん、よろしくお願いします。ではちょっと厚労大臣元に戻って、法務大臣と厚労大臣に、技能実習生に関して実習を中断する事例が増えていると、こういう技能実習生のこのコロナウイルスの問題に関していかがかというのをお聞きします。森法務大臣。新型コロナウイルス感染症の影響により技能実習を中断した場合には、外国人技能実習機構への届け出を行うことで、中断期間を技能実習機関に参入しないこととしております。また一時帰国中の技能実習生が在留期間内に再入国できず、改めて在留資格認定証明書の交付申請を行う場合は、立証資料等を再提出させることなく、申請書および受け入れ期間作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしております。さらに新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や本国国内への居住地への帰宅が困難な技能実習生については、就労が可能な特定活動へ在留資格変更許可するといった措置を講じております。これらの取り扱いについては、外国人技能実習機構を通じるなどして管理団体等に対する周知を図っており、今後とも柔軟に対応してまいります。加藤厚生労働大臣。技能実習制度における説明は今の法務大臣につきます。で、技能実習生でという肩書きであったとしても、それぞれの企業等で働いておられれば、これは労働者雇用者ということでありますから、そういう取り扱いで対応していきたいと思います。福島みずほさん、はい、フリーランスに対する保障がこの委員会でも問題になっております。フランスの最高裁は、ウーバーで働く人は自営業ではなく労働者だという認定をしました。日本でもぜひ労働者概念を広げて、救済していただくよう申し上げ、私の質問を終わります。以上で福島みずほさんの質疑は終了いたしました。